占い出産占い出産は毎年7月17日に京都市内で行われる祇園祭りの前、祭りにて巡行する柿山の一つ、占い出産の愛称で親しまれている。身体は神宮皇后で右手に釣りを左手に釣り上げた愛を持つことからゆ釣り山とも呼ばれる。明治までは曖昧山とも呼ばれており、町中に 人気のあった山であったことが伺われる。国の重要有形民族文化財に指定されている。また、占い出産での行事を含め、京都祇園祭りの山ぼこ行事は、ユネスコの世界無形文化遺産に登録されている。また、国の重要無形民族文化財にも指定されている。なお、 現在の占い出産に関わる保存継承活動は、公益財団法人占い出産保存会が行っている。占い出産の造形は、神宮皇后が三冠性伐へ赴く際、非全国松浦の玉島側で魚釣りをして、戦占いをすると、たちまちアユが釣れたという説話に基づく。最古の記録である、擬音社記、第十五、応仁の乱の全文には、 記載がなく、明王九年の九時取り次第に記す、十二番、神宮皇后さん、あゆつり山二式の工事、カラスマと室町の間とあり、室町時代には、あゆつりんと呼ばれていたようである。その後、様々な名称が付けられていき、現在の占い出産の名に改められたのは、江戸時代初期と言われている。神宮皇后は出兵してから日本へ戻るまでの三年間、 体内に巫女を宿し、帰国後無事に出産したと伝わることから安算の神として古くより多くの人の数敬を集めた。占い出産は、尿意にや、公家の女房からの信仰が厚く、安算の霊に奉納された衣装が数多く残されており、山一番の衣装を持ちと言われている。 これらは、当時の区下社会の復職の状況の一端を知ることが、できる上でもはだ得がたい貴重な資料である。また、山鉾巡行のくじ順が早いとその年はお産が軽くなるとされる。場所は、京都市中京区西木工事通り、室町東いる占い出産町。会所は、木下巡安の邸宅跡を記す、この付近、木下巡安屋敷跡,跡と刻まれた石標の奥にある。 占い出産会所飾り暗算のお守りはこれより、出ますご新人の御方様は受けてお帰りなされましょう。ろうそく一丁禁じられましょうとわらべ歌を歌っている。ありがとうございます。